のぼしりの紋章のぼしりは、ロシアオリオール州の北東部にある都市。丘側の右支流、図ャ側の右に立ち、周囲は中央ロシア高地である。州都オリオールからは東へ70キロメートル。人口は4017人。2005年の推計では3900人ほど。1155年の記録には、この町は、イティルという名で所出している。当時は、 チェルニゴフ公国の要塞であった。チェルニゴフ公国の崩壊後、14世紀には、岡川上流公国軍に属する小さな公国の首都となった。15世紀にはリトアニア大公国の支配下に置かれたが、15世紀の末にモスクワ大公国が奪った。以後17世紀頃まで、ノボシリは、ロシアツァーリ国の南部の国境を守る要塞であった。177 17年には、 死の地位を与えられ、トゥーラ県の下にある軍の中心となっている。しかし主要な交通路が通らなかったため、その後はあまり発展しなかった。独ソ戦中の1941年11月13日に、ドイツ国防軍に占領され、1941年12月27日に、赤軍ブリャンスク戦線により解放された。ノボシリには18世紀や19世紀の建物が、 いくつか残る。18世紀末に建てられた神の母聖堂、1802年に建てられた火山の生神女聖堂、及び19世紀の石像の民家などである。のぼしり地区のゴルン村は、ロシアの大貴族、ガリチン家の辞書のあった場所である。のぼしりは農業地帯のただ中にあるため、食品工業が中心となっている。最寄り駅は、1870年に開通した。 オリょうるえれツグリアーチを結ぶ、鉄道上にあり、市街地からは14キロメートル離れている。ありがとうございます。